シンクレアブロードキャストグループを支持する声明をキャスターに読み上げさせたり、共和党が作成したオバマ大統領をイスラム教徒と印象づける動画を放送するなど保守色、共和党寄りの放送姿勢は物議を醸している。2017年には42のローカル局を傘下に持つトリビューンメディアの買収を発表したが、翌2018年に買収を断念。同じ年にトリビューンメディアを買収した同業のネクスターメディアグループが全米最大のローカルテレビ局を運営するグループとなった。地域によってはシンクレアとネクスターの両社のみによって地元の民間テレビ局が運営される寡占市場となっているケースもある。2021年8月現在、シンクレアが運営するテレビ局は84の地域で150以上。多くは同社が完全に所有しているが、ローカルマーケティング契約、または共有サービス契約のいずれかを通じて、他社からテレビ局の運営を受託している例もある。また、同じ地域で複数のテレビ局を運営している例も多く、顕著な例では、カリフォルニア州北部の小都市、レディングでは、ABC や FOX の加盟局だけでなく、ユニビジョンや独立局など、計6局をシンクレアが持っている。1990年代までは大都市圏の中でも新興ネットワークだった FOX やザ・ WB、UPN に加盟するかつての独立局を多く保有してきた。その後、2012年には投資ファンドが運営していたニューポートテレビジョンから6局を買収。2013年には身売りしたバーリントンブロードキャスティングから12局を取得。2014年にはワシントン DC で ABC 加盟局を持っていたアリバートンコミュニケーションズの放送部門、北西部で有力ローカル局を長らく保有してきたフィッシャーコミュニケーションズを買収。2010年以降にシンクレアが取得したローカル局は ABC、NBC、CBS のネットワークに加盟する老舗局も多く、新しいオーナーの保守的な政治姿勢が各局のローカルニュースに影響される懸念も抱かれた。ありがとうございます。